突然ですが、キャンディ塗装缶スプレー一回やってみたかったので、なんとなくいろいろネットで調べて、合ってるかは知らんけど試し塗りダミーボンネットダクトがあるので練習したいと思います。自己責任で採用しています。やり方は知らんけどなんで真似しないでください。色は参考程度にしてください。磨いてプライマー塗りました。バンパープライマー塗りました。乾燥時間お試しなんで、イタリア製のドライヤーお久しぶり。乾燥を早くします。お試しなんで何でもあり。プラスタフあったのでぬりぬりしました。プラスタフをしっかりと塗って下地界面を作りました。またまたイタリア系の工場、しっかりと乾燥下塗りシルバーのつぶつぶのやつ、これキャンディー用ですね。これでキラキララメラメになるんでしょうか。上塗りとこれが混ざるとええ感じになるんかなってワクワクしています。またまたイタリア系のドライヤーで乾燥早めていますよ。どんな感じになるのか楽しみです。塗装はきれいになかなか塗ることはできませんが、作業は嫌いな作業じゃないですよ。ブラックでぼんやり塗装していました。あ、ぼんやりよりもベタって塗ってしまいました。もっとおしゃれにしたかったんですけどね。これラップ塗装っていうみたいですよ。なんかサランラップみたいなんでベタベタやると柄ができるので、おしゃれにできるのかなってやってますけど、なんか違う。まあいいや。イタリア系ドライヤーまた乾燥させました。黒ぼんやりつけてラメラメが見えるようなアメアメのキャンディー塗装にしたい。磨いた方がいいんかな、ちょっとよくわからないんで、ちょっと適当にコンパウンドで磨いています。ポリッシャーも使ってみました。どうなんでしょう、この段階で磨いた方が良かったのか、ここはザラザラのままで良かったのかよくわからないけど、とりあえずキャンディーしたいんでポリッシャーを使いました。そしてキャンディーと上塗り1回目薄めに塗りました。イタリア系ドライヤーまたまた登場しましたよ。なんだこれはって初め見た時は思いましたけれども、色を見ながらこのように重ね塗りをしていくと色味はワインレッド、色はいい色だなって思いました。塗装も塗りやすかったですね。とりあえずペーパーで磨いてツルツルにしたいんで磨きましたよ。そして1パウンドポリスターでも磨いてみようと思います。どうなんでしょう、ツルツルにできるんでしょうか。塗装って色、下地の色を使ったり柄を使ったりいろんなテクニックがあるみたいなんで、ちょっとこれがまあまあうまくいけばエンジンルームのキューズボックスからちょっと塗ってみたいなとは思っています。本番で磨いていますが、そうそう乾燥時間が短いんであんまり綺麗にはできないかなとは思います。でも早くツヤツヤのキャンディー感が見たいので今頑張って磨いてるんですけど、どうでしょう。まだクリアを塗っていないので、とりあえず研磨をかけて水性洗剤で磨いて脱脂をしてよく拭き取って乾燥して、もう一回キャンディー塗装ということにしました。もうちょっとしようと思います。塗れば塗るほど濃くなってくるんで、この加減は目で見てこれぐらいでいいかなっていうところで染めた方がいいと思いますよ。それでは今度はペーパーでもう一度水ペーパーで磨いてみます。できるだけツルツルツヤツヤ感を出したいので丁寧に対応していますよ。どうでしょう。ポリッシャーももう一度かけてみます。そろそろキャンディーとグレーは終了してクリア塗装でもいいのかな。早くツヤツヤ感が見たいので合わせてやっていますけれども、またまたイタリアンドライヤーで炙って、それではクリアを拭いていきます。クリアは粒々でとどまる粒子なんで重ねて塗ったらこのようにツルツルテカテカなってきますよ。クリアは一気に塗る方が、垂れないように塗るのは難しいんですけどツヤツヤ感が出ますよ。どうでしょう。キャンディー感出てきましたね。濃いキャンディーになったような気がします。でもツヤツヤ感は出てますね。黒のこのぼかしラップ塗装はいまいちでした。とりあえずクリア層を水ペーパーで磨いてみます。ツルツルツヤツヤ感出したくて、もう一度ポリッシャーで磨いてみたいと思います。ほんと塗装って難しいなって思います。どんどんツル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 になってきましたよ。きっちりとお試しなんで、乾燥時間たくさんとってね。ワクワクワクスレッシング、仕上がりは正直下手くそでした。重ね塗りしたらワイレット風に、色はいい色のスプレーだなって思いました。じゃあ専用のカラーみたいです。これお目目が動いてるみたいに取れました。良ければグッドボタン、良ければチャンネル登録をよろしく。